ちゃお、かっちゃんです。今日は5月の22日、日曜日です。奈良市内にお出かけして、いろんなところで何食べようかずっと迷ってるけど、生ごめ製麺でうどん食べようか、くら寿司でお寿司食べようかって、ね、日曜日のお昼に、あ、空いてるわけがない。はい、ってことでね、サイドエリアで高級イタリアンを食べます。はい、今ね、シェフサラダだけ来た。はい、立派な食べてるんだけど、シェフサラダ食べたいと思います。でも食べ、ルッコラとか入ってて美味しいよ。自分ができてるのかっていうような分を切ってくれへんの
味しい。みんなでね、いろんなことシェアしようカツレツとミラノ風ドリアとフォカッチャです、はい、ではこれでみんなで食べていきたいと思います。みんな食べな、取ったらいいからね、取ったろか。今日も注文したパンチェッタのピッツァもらいます。パンチェッタすっごい濃厚や、うん、濃厚
レッシングとかつけて食べたら美味しいな。
オリーブオイルつけて粉チーズから食べました。ポテトな、あとはなオリーブオイル先つけるの。待って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 、これな、デザートを3種類食べたいから3人でシェアでして食べたいって、うん、選んでくれたんだけどね、うん、注文し、あ、ちょっとおっかりして、オリーブアイスとフォカッチャのせと、うん、いいよ、注文して。ではアイスクリームを一つ、はい、いただきます。シナモン、ミルクアイスの製シナモンホッカチオですね。ありがとうございます。以上です。はい、どれで一つか、はい、閉まりました。はい、すいません。ご注文を繰り返しますね。トリュフアイスクリームを一つに、ミルクアイスの製シナモンホッカチオを一つと、コーヒーゼリーでお一つですね。以上です。はい、ありがとうございます。少し空いてるのをお下げして大丈夫です。はい、お願いします。カメラこう、手、手、匂ってもいいですか？大丈夫ですか？すいません。
トリュフアイスとコーヒーゼリー、あともう一つ国の町、さっきも食べようかな。
はい、でね、今回取らへんかったクリームの芯を持ってもらうバニラビーンズに入れて焼きクリームというかビーンズが美味しいよね。ピラミスパイスも食べた、美味しかった。最後は好きやからね。でもね、近くのサイドは何がちゃった。どうしよう。近くなくなったから、でも、ナバリ、海のナバリとかであったから行ったら、そこもこの前からなくなっちゃった。と郡山の24番のバイパスみたいな、そっちで交換するの。これはいらんの。1置いてたのか。欲しかったら置いてたのか。おひぜりさあ、みんなでシェアしながら食べられるっていうのもね、うん、どんな味楽しみるのもね。だからね、おっちゃん一人なんちゃうの好きじゃない、うん、まあ、一人で入りにくいっていうのもあるしね、うん、なんかね、一人で入っていくのも恥ずかしかったりとかもあるし、ね、それだけじゃなくね、みんなでシェアしていろんなの食べられるっていうメリットがあるから、みんなで食べに行きたいのね。もっとひでりだ。もしか食べてたりよ。新商の買い取りにしても安いし、安心して食べられるんで。実はね、あのファミレスとかでセットメニューでだいたい1000円ぐらいで、あ、これでサイドメニューポテトとか唐揚げとかね、そうなんだろう、ソーセージとかハムとかこれこれこれって結構食べ過ぎちゃうけど、サイドメニューはサイドメニューはこれこれこれで選んでもそんなに買えない。今回ね、取らへんかったけど、エスカルゴとか、アメリカとか、フロシューとかもね、あんな大好きなの、ね、うん、最後大好きです。これ食べへんの？これは？いや、だからこれは、どっちがいらん？レダーとかあんまって帰ってきた。食べよう。Thank you.
カブが。ひとみちゃんもよく食べてくれますから、ちょっと気持ちいい。いっぱい食べようか。食べさすぎてもね、まだ2万個超えるから。Facebook の写真撮るの忘れた。今の写真、食べ終わった写真撮る。食べた。ごちそうさまでした。